セッションの座長を務めさせていただきます。朝日と申します。よろしくお願いいたします。では、1件目のご講演に移らさせていただきます。1件目のご講演は、ニューラルネットワークポテンシャルを使った新素材探索とアトランティスの紹介の題目です。発表していただくのは、株式会社プリファードコンピューテーショナルケミストリーの浅野様です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ご紹介ありがとうございます。私、プリファードネ、えっ、ー、と、コンピューテーションケミストリーの浅野と申します。よろしくお願いいたします。本日は、こちらに示す通り、汎用なニューラルネットワークポテンシャルを使った新素材探索と、弊社の製品であります、アトランティスの紹介をさせていただきたいと思います。画面とか、音声とか大丈夫ですかね？このまま続けてもよろしければ、始めます。見えてると思います。はい、ありがとうございます。まず簡単に自己紹介させていただきますと、大学卒業してからは国内化学メーカーで半導体材料の研究開発に携わったり、あと、その後エニオスの方に転職しまして、マテリアルインフォマティックスによる材料設計の研究とか、それらを使っ、あ、それと、あと汎用なニューラルネットワークポテンシャル、本日紹介する技術なんですけども、それを使った材料設計手法の開発といったところに携わっておりました。ずっと結構長い間材料開発のところに携わっていたものかなと思っております。で、現在は最近設立されましたプリファードコンピューテーションケミストリー、略称としては PFCC と呼ばれる会社なんですけども、こちらの方でニューラルネットワークポテンシャルを使った材料設計のコンサルティングというところでお仕事をさせていただいているものです。で、分野としましては、長いこと結構材料開発のところに携わっていたというところがありますので、有機合成から、フォトレジスト、自己組織化とか、あと材料設計するのに機械学習とか分子シミュレーションとかいうのが結構必須な技術かなと思っております。あと、さらに情報収集するという意味でも特許解析とか文献解析が必要かなと思っておりません。このあたりが私のバックグラウンドになっているのかなというふうに思っております。で、今、私がちょっと働いている会社、プリファードコンピューテーションケミストリー会社なんですけれども、これ実は今年の2021年4月の28日にこんな会社作るよというところをアナウンスさせていただいておりまして、エニオスさんとプリファードさんで合同で出資して設立されたような会社になっております。で、実際設立されたのは今年の6月1日でして、まだ半年も経ってないような会社になっています。で、掲げているミッションなんですけども、ここが一番大事かなと思ってまして、ミッションとしましては、革新的なマテリアルの創出に貢献し、持続可能な世界を実現するという、ちょっと大きめなミッションを掲げさせていただいております。で、我々が扱っている製品なんですけども、そのあたりちょっといくつか、記事書いていただいておりますので、そのタイトルだけちょっと表示させていただきます。で、一番わかりやすそうなタイトルとしてはこのあたりかなと思うんですけども、3000CPU で数ヶ月かかるような計算が0.1秒で完了するようなシミュレーター、トランティスといったものを、ここかな、SaaS として提供しているというような会社になっております。非常に高速なシミュレーターがあるよといったところになっております。で、そのアトランティスなんですけども、このアトランティスが革新的なマテリアルの創出、我々が、ビジョンとして掲げているところなんですけども、そういったところにどのように貢献するのかといったところを、ちょっと本日は話をさせていただきたいと思っております。で、その材料を設計するとか探索するときに、結構最近使われている技術か、概念というか、そういったところが、マテリアルズ・インフォマティクスと呼ばれるところがあるかなと思うんですけども、その簡単な概念図というのをちょっとこちらで書かせていただいております。で、おそらくなんですけども、やっぱりその文献データであったり、実験データ、計算データとか、こういったところを集約したデータベースがあって、このデータベースを上手に AI とか機械学習のモデルを使ってあげることによっ、あ、モデルを作ってあげることによって、物生地を予測したりとか、良い性能が出そうな、物質を設計したりとか、こういったところができるかなと思います。で、ここをさらに重要なのは、ちゃんと実験とか計算とかして、行って確認することによって、本当に性能が出ているのかというようなことが必要かなと思うんですけども、こういったサイクルを回すことによって良い材料を見つけていくというのが、おそらくマテリアルズ・インフォマティクスの、基本的なところかなというふうに思っております。ただ、やっぱり最近ですね、やっぱり実験のところが大変だったりとかっていうところで、計算のところを使って上手にこのサイクルを回すといったところが出てきているかなと思っておりまして、特にこの計算のところが非常に重要性が高まってきているかなというふうには思っています。で、その計算科学、計算のところで、計算を使って何かしら物性値とかを予測したりするといったところかなと思うんですけども、計算科学の重要性が非常に最近高まってきているのではないかなというふうに思っています。これ、キムステーションさんの方で、
投稿されていたような記事からちょっと持ってきてはいるんですけども、これ2015年に書かれていた記事かなと思うんですけれども、計算科学、DFT ですね。そのあたりが非常に重要性が高まってきている。まあ、DFT ってのは何なんだろうというところなんですけど、物質の性質や反応性を予測するために、物質の電子密度を計算する理論的な手法として知られているようなものかなと思うんですけども、こういった手法を使って反応性とか物質性質をどんどん予測していくというところは非常に重要です。で、まあ、ここで、この記事で書かれていることとしましては、近年、DFT 計算による実験をサポートする論文が増えてきています。実験屋さんでも計算科学について知識を持つことは非常に必須なりつつありますというふうに書かれてはいるんですけども、実際にやっぱ論文投稿するときとかに、DFT の計算値っていうのをサポートとして載せておかないとなかなかいい、論文に投稿ができなかったりというところが、結構、経験されていることかなというふうには思っております。で、この DFT 計算を使うと何ができるか、ちょっといくつか事例を示させ、ごめんなさい、その前に一つありましたね、こちら。DFT の計算といったところの重要性がさらに高まってきているというところ、ちょっと数値としてもちゃんと如実に表れているというのがこちらのスライドで示させていただいております。で、まず左側のグラフなんですけども、これ横軸時間、2000年から、プロットしてまして、2000年からその DFT に関係、というところが、使われている論文のところをちょっと数数えてみました。で、青線のところがバッテリー材料の分野において、DFT が使われている。で、赤のところが触媒、黄色のところが半導体といったところですけれども、まあ、それぞれ、かなり、論文数と、DFT が使われている論文数としては増えてきているのかなというふうには思います。で、大事なのはその割合ですね、投稿されている論文のうちどれぐらい DFT が使われてきているのかといったところが重要かなと思うんですけども、2000年から2010年代ぐらいまでは、まあ、中頃まではなかなか割合としては高まってなかったかなと思うんですけども、非常に最近2015年、先ほどキムステーションさんの記事書かれた頃かなと思うんですけども、このあたりから非常にここは急速に伸びてきている。具体的な数字で言いますと、半導体量、半導体に関する論文ですと、大体もう4件に1件ぐらいが DFT 使われている。まあ、あと、バッテリーのところですね。バッテリーでも 15% ぐらい。触媒だと5件に1件ぐらい使われてきているといったところが、現れているかなというふうには思います。で、実際にこのあたりですね、DFT を使って何ができるのか、いくつかちょっと、紹介してみたいと思いますけれども、これ、今、研究が盛んに行われている、全固体電池の電解質ですね。このあたりについて、論文書かれているところです。これ、ゲルブランド・セダー先生のところで書かれている論文なんですけども、これ、LGPS と呼ばれる結晶構造の中をリチウムがどう拡散するのかとか、どれぐらい拡散しやすいのかといったところを DFT を使って計算しているようなものになってまして、まあ、実際こういう計算が行われますと、かなり、現象解明が進んだり、材料設計のところに応用が効くというようなところが分かっている感じがしています。で、電池材料だけではなくて、触媒のところでもいくつかそういった DFT のところが活用されておりまして、こちらは、ですね、二酸化炭素の電解還元のところで、使われているようなものになっておりますが、まあ、いろんな触媒、まあ、カッパーとゲルマニウム、カッパーとか金、まあ、こういった合金ですね、合金のところに、実際に反応させる一酸化炭素の分子を吸着させる、まあ、その吸着エネルギーが、ちゃんとした構造になってて、ちゃんとした、吸着エネルギーになっていると、その後の反応が進行しやすいというようなことがこれまでの研究から分かってて、まあ、そのあたりを網羅的に DFT を使って良い構造が何なのかといったところがこのような感じで探索されているようなものになっております。まあ、実際そういうこのような形でその DFT がかなり最近使われるようになってきてはいるんですけれども、まあ、DFT 使いますとそのいろんな物性値であったりとか反応性を予測したりするということが非常に簡単にできるようになってきてはいるんですけれども、やっぱり課題としてあるのは、計算コストが非常に高いといったことかなというふうに思います。まあ、例えばなんですけど、先ほどのセダー先生のグループで計算されたような例ですと、まあ、リチウムの拡散計算をしようとすると、一般的な計算機を使った場合、まあ、30コアぐらいの計算機を使った場合ですと、だいたい1ヶ月ぐらい、一つの温度を計測するにはかかってしまうかなというふうに思います。であと、固体触媒上で反応計算ですね。まあ、実際にその NEB 法とかを使って反応計算すると、まあ、一つの計算結果を得るので、だいたい2週間ぐらいかかってしまう。まあ、これぐらい時間かかってしまうと、やっぱりそれなりに大きなスーパーコンピューターとかを持ってないと、なかなかその材料探索のところまでは、こういった手法を使ってできないというところがあります。ですので、このあたりを高速化するっていうところが何かないかなというところがあります。で、その高速化ができると何が嬉しいかなんですけども、ここですね。
DFT とか、まあ、いろんな計算科学を使っていろんな物成長を予測したり材料を設計したりといったところが高速化できるようになる、まあ、このサイクルをどん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 回すことができるようになるといったところになりますと、材料をより効率よくスピーディーに探索することができるような可能性があるというふうには考えております。でこの高速化ですね、ここの DFT 計算のところの高速化する技術として最近結構盛んに研究がされているのが、ニューラルネットワークポテンシャルというような技術になっております。で端的に申しますと、このニューラルネットワークポテンシャルとは何かなんですけども、まあ、DFT シミュレーションと人工知能技術を掛け合わせたようなものになっておりまして、まあ、こちらのスライド示した方がいいのかなと思うんですけども、まあ、例えばなんですけど、水分子を、DFT 計算すると、まあ、水分子を DFT 計算して何をやっているかなんですけども、水分子を DFT 計算すると非常に複雑な電子状態計算を解いて、で、それによってエネルギーと力というのを算出はしているんですけども、この、その電子状態は特に非常に時間がかかるんですね。で、そこをニューラルネットワークポテンシャルに置き換えてしまえば、水分子の構造さえ与えれば瞬時にエネルギーと力を得ることができるというようなものが、ニューラルネットワークポテンシャルというふうになっております。で、そのメリットなんですけども、端的に申しますと、圧倒的に高速だというところがあります。で、これ右側の A のところなんですけども、これ、アメリカのイサヤフ先生のグループが、結構前に書かれた論文のところから持ってきてはいるんですけども、DFT の計算ですと、だいたい52コアアワーという結構時間がかかるようなところでも、彼らが設計しているニューラルネットワークポテンシャル、アニマンというものを使いますと、0.3 秒、まあ、GPU を使った場合なんですけども、0.3 秒と瞬時に解くことができるというようなことが報告されています。なので、非常にこう DFT に対して圧倒的に高速だというところが分かっております。ただ、高速というメリットはあるんですけども、一方でデメリットもありまして、やっぱり、まあ、こういったモデルの評価、モデルの精度のところの評価が難しいとか、あとはそもそもこのモデルを構築する、ニューラルネットワークポテンシャルを構築するために、教師データが必要といったところ、まあ、結局 DFT 計算を収集して、その DFT 計算を学習したものがニューラルネットワークポテンシャルになっているんですけども、結局 DFT 計算が必要、まあ、ここも非常に計算コストが高いので、じゃあそれどうするんだよといったところが、デメリットとして挙げられることになるかなというふうに思っています。ただ、やっぱりこういったものが構築できてしまいますと、圧倒的に高速なので、いろんな問題がどん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 解けるようになる、いろんな材料が設計できるようになるように、できるようになる可能性があるといったところで、そういった技術があるというところに着目したのが、エネオスさんとプリファードネットワークさんでして、これ実際着目したのが、2019年でして、2019年にこの2社が、資本事業提携といったところで、材料開発のために、ニューラルネットワークポテンシャルの開発を進めるというようなことになりました。でこの2019年から2年の開発期間を経て、今、本日紹介させていただきますマトランティスという製品を、世の中に出すことができるようになっております。で、簡単に我々の製品ですね、マトランティスの概要をちょっと説明させていただきますと、まあ、ニューラルネットワークポテンシャルを使っているというものですので、絵としてはほとんど同じようなものになっております。で、学習データですね、教師データのところにつきまして、どういったものが収集されているかと申しますと、まあ、分子であったり、結晶であったり、まあ、表面構造を切り出したものであったり、まあ、あとクラスターとか、ちょっと崩した構造、まあ、吸着構造、まあ、他にもいくつもあるんですけども、こういった様々な領域において、まあ、DFT の学習で、計算結果というのは徹底的に収集して、まあ、その数で申しますと大体数千万ぐらいあるというものになっております。でこの数千万の教師データをグラフニューラルネットワークですね、ここ、プリファードネットワークさんがかなり技術としては強いところかなと思うんですけども、ここを使うことによって、その DFT のインプットである構造、まあ、原子の座標構造で、座標情報ですね、その 座標情報と、DFT で与えられた、計算されたエネルギーと力、その関係性を上手に、グラフニューラルネットワークで、関係性を結びつけてあげるというところをやっております。で、それが上手にできますと、いろんな構造に対して、エネルギーといったところがちゃんと予測できるようになりまして、まあ、横軸がこれ DFT 計算した値なんですけども、縦軸がそのマトランティス、このグラフニューラルネットワークで予測した値になってますが、まあ、これが対角線上に乗っていると非常に良い精度が出るといったことが分かっておる、になるんですけども、実際にこのような形で対角線上になるというところまで示せております。で、この
学習データですね、教師データのところ、まあ、数千万も用意しなければいけないというところで、かなりスパコンといったところが必要になるんですけども、そのあたり、プリファードネットワークさんのスパコンを使って、まあ、1台の GPU なら273でもかかるような計算時間を費やしてデータセット、まあ、こちらに示すようなデータセットを作成しております。で、この、まあ、現状ですと、まあ、様々なその学習データを用意しておりますので、対応元素としては今55元素まで対応できているというところがあります。まあ、左側の周期表で示しているんですけども、こういうオレンジのところが現在その DFT の計算値を再現できるといったところで、提供できているようなものになっております。で、計算速度ですね。ニューラルネットワークポテンシャルの最大のメリットである計算速度、DFT 計算対比で圧倒的に高速だと言ってはいるんですけども、それがどれぐらい出ているのかというのが、この右側のボールグラフで示しておりまして、まあ、具体的にそういう数字で申し上げますと、FCC プラチナバルク構造、DFT 計算で一点計算、構造を与えて高々エネルギーと力を算出するといった計算なんですけども、その計算大体その、こういった構造ですと、256原子ぐらいの大きな構造ですと、まあ、簡単なエクスプレスを使った場合、大体2時間ぐらいかかってしまうんですけども、アマトランティスの、ニューラルネットワークポテンシャルを使っていただけますと、0.1 秒と瞬時に、まあ、10万倍ぐらい高速化、することができております。で、これ原子数が増えるとどうなるかなんですけども、これ10倍ぐらい増やしているんですけども、DFT 計算の場合ですと、原子数を増やしますと、その増やした分に対して2.6乗ぐらい計算時間が余計にかかってしまうかなと思います。ですので、だいたい1000倍ぐらい時間かかってしまって、まあ、2ヶ月ぐらいかかってしまう。3000原子ぐらいに増やしますと DFT でやろうとすると2ヶ月ぐらいかかってしまうんですけども、まあ、こういった大きな経緯でも、アトランティスの PFP 使います、ニューラルネットワークポテンシャル使いますと 0.3 秒、まあ、だいたい2000万倍ぐらい高速化といったところができております。で実際にこのような高速性を生かして何ができるかといったところをちょっと本日紹介させていただきたいと思います。でまず再生可能エネルギーの分野なんですけども、いくつかちょっと紹介させていただきますと、こちらエネオスさんの方でやられている事例でして、海外から水素を運んでくるときに、有機化合物として運んでくるというようなところをプロセス開発をして、エネオスさんの方でプロセス開発をしております。でその時に使うのが、ここに示しておりますような有機分子になるんですけども、有機分子、今回の場合ですと、トルエンという分子に対して水素を孵化させて、でそれを、オイルタンカーとか、まあ、既存の設備なんですけど、オイルタンカーで日本国内に運んできて、でそのオイルタンカーで運んできたメチルシクロヘキサンという分子を、分子から水素を取り出すというようなことをやっています。で、大事なのが、その、トルエンに対して水素を孵化させるときの反応を効率よくさせるとか、まあ、収率を上げたりとかっていうところも非常に大事ですし、あと、さらに取り出すときですね、水素を取り出すとき、海外から運んできたメチルシクロヘキサンから水素を取り出すときにも触媒を使ってはいるんですけども、そのあたりで効率よく、低エネルギーで、水素を取り出すっていったことが必要でして、まあ、そのあたり、触媒の開発をしているというところになっております。で、その触媒の開発するのに、こういった解析ですね、DFT 計算を使って実際にどういう反応経路で進んでいる、反応が進行しているのか、まあ、どういったところの反応障壁を下げてあげればいいのかといった解析が非常に重要でして、まあ、実際にはこの右下のような、絵を描いて、まあ、実際にこれ、反応が進行していくとちょっと山があって、これ山というのはその活性化エネルギーの、山が小さければ小さいほど反応が進行しやすいという山になってはいるんですけども、こういった解析をしていくことが非常に重要でして、これ非常に反応ステップとしては長いので、これ全部第一原理計算、DFT 計算でやろうとしますと、大体1年ぐらいかかってしまうようなお仕事だったんですけども、アマトランティス非常に高速なので、これ全部解析したことはあるんですけども、大体半日ぐらいで解析というものが得られております。で、こういった解析が高速にできるようになると何が嬉しいかなんですけども、最適な触媒を探索するときに、全部第一元、DFT 計算のところでできるようになってしまう、マトランティスを使った、計算でできるようになるといったところがあります。なので今、ミネオさんの方ではそのあたり取り組まれているような、ようなものになっております。で、これ決してマトランティスですね、この事例だけができるわけではなくて、他の事例もいくつかできまして、まあ、例えばなんですけど、アンモニアですね。アンモニアも海外から水素を運んでくるときに、キャリアとして期待されているような物質かなとは思うんですけども、まあ、そのあたりについてもちゃんとそのマトランティスが使えるというようなことをこちらで検査しております。で、これ左上に示しているのは、
アンモニアの触媒として、まあ、結構盛んに研究されてるかなと思うんですけど、ルテニウム触媒があるんですけども、まあ、最近だとコバルトとかも結構出てきてるかなと思うんですけども、まあ、ルテニウム触媒上に対して窒素分子、まあ、その辺に空気中にいるような分子なんですけども、そいつらがどのように吸着していくのかといったところを観察しているようなものになっています。これだ、MDK さんやってるんですけども、これ、DFT-MD でやろうとします。かなり計算時間がかかるんですけども、アトランティスを使うと非常に高速に、まあ、どういった構造から、解析すればいいのかといったところをこの、解析から分かっております。で、ここの解析から得られた構造ですね。特に注目したのが、今回こちらに示すような構造なんですけども、このエッジのところに、その、窒素分子が吸着させて、まあ、吸着させたときに、乖離させる、窒素分子をぐちっと切り離すことが必要なんですけども、そのときに、まあ、その時の活性化エネルギーというのを NEB4 を使って計算したようなものになっています。で、この NEB4 を使って、まあ、活性化エネルギーを計算して、活性化エネルギーが低ければ低いほど、有用な触媒というふうにはなってくるんですけれども、そのあたり、マトランティスの拘束性を生かして、まあ、いろんな金属をさ、この、窒素原子周辺に置いてあげて反応活性化エネルギーが下がるかどうかというのをちょっとざっと計算したものがこの下の棒、散布図になっております。で結果としましてはこういう横軸が原子番号、まあ、この辺ですと、原子番号10番とか、まあ、ナトリウムかな、はい、ナトリウム、カリウムとか、ルビジウム、セシウムとかいう原子を周辺に置いてあげてはいるんですけども、こういった計算をしてあげますと、まあ、いろんな金属を置いてあげてはいるんですけども、実際にそのナトリウムとかカリウムとか、まあ、アルカリ金属を窒素原子の周辺に置いてあげると活性化エネルギーが下がるといったことが、まあ、トランティスの計算結果から分かっています。で、これに似たような論文というのが実は過去に報告されておりまして、エレスコフ先生のところから出てはいるんですけども、まあ、ルテニウムの001面を切って、まあ、その時にアルカリ金属ですね、まあ、ナトリウムとか、まあ、セシウムだったかなと思うんですけども、そういったものをちゃんとプロモーターとして入れてあげると N2 の乖離エネルギーが下がるよといったところが、報告されていて、まあ、これと同じような結果がちゃんと得られている、マトランティスを使っても得られているかなというふうには思います。こういったことができますので、触媒の、添加剤であったりとか、まあ、触媒の構造であったりとか、そういったところに対しても、マトランティスは探索に対して貢献できるのではないかなというふうに思っております。で、排気ガス浄化還元に関しましても、これ似たような事例にはなってきてしまうんですけれども、こちらの場合ですと、まあ、ルテニウム触媒ですね。先ほどは、こちらのルテニウムですね。まあ、ルテニウム触媒を使ったときに、まあ、一酸化窒素の乖離反応を促すといったところが必要になってきてはいるんですけども、まあ、そのあたりをそのマトランティスの拘束性を生かして探索したようなものになっております。で、これ第一原理計算、DFT 計算でやった結果も過去にありまして、これ大体活性化エネルギーとしては大体 1.5 エレクトロンボルトぐらいなんですけども、マトランティスを使って計算してみると 1.4 エレクトロンボルトという結果が得られております。まあ、経路としてはこの右上に示すようなものになっています。で、この活性化エネルギーを下げるために、また先ほどと同じように周辺に他の金属を置いてあげたらどうなるのかといったところをやってはおりまして、まあ、大体種類で申しますと1224種類ぐらいの状態を作って、まあ、いろんな金属を置いたりとか、いろんなところに一酸化窒素を置いたりとかっていうふうにやって、いろいろ活性化エネルギーを計算しております。で、これ先ほどと同じように横軸原子番号で表記しているんですけども、まあ、特に、ここですね、このルテニウム、だけの時がだいたい 1.4 エレクトロンボルトぐらいなんですけども、周期表で左の方の元素を添加してあげると、活性化エネルギーが下がるというようなことが分かっ、マトランティスの計算結果から分かっております。で、1個上の周期出すと、だいたいこの辺かなと思うんですけども、このあたりからも左側の周期の方に元素を添加していくと活性化エネルギーが下がるというようなことが分かっておりまして、やっぱりこの周期表、何かしら周期があるといったところも、このマトランティスの計算結果から分かるのも非常に面白いところかなというふうには思っております。で、これ他の先生がちょっと教えていただいたんですけど、このもっと右側の周期ですね。右側の周期のところで実はタングステンを入れるといいというところが分かってはいるんですけども、周期としては実際にこのルテニウムよりも左のところの周期のものでして、まあ、そのあたりを添加してあげると、ちゃんと活性化エネルギーが下がるというような報告も実はあったりします。で、あとそうですね、バッテリーのところ、先ほど、冒頭でちょっと紹介させていただい
った、まあ、シェダー先生のところの計算結果というのとか、ちょっとトレースできるのかといったところをちょっとやってはいるんですけども、まあ、ちょっともう一度説明させていただきますと、その LGPS と呼ばれる全固体電池の電解質のところ、リチウムがどう拡散するのか、どれぐらい拡散するのかといったところを、知るといったところが非常に重要でして、まあ、そのあたりを、マタナッツを使ってやっております。で、これ過去に報告はあるんですけども、この LPGS と呼ばれる結晶構造中を、リチウムは横、X 軸、Y 軸方向にあまり拡散しない。ただ、Z 軸方向によく拡散するというようなことが知られておりまして、まあ、実際にマタナッツを使って解析してみると、まあ、X 軸、Y 軸方向、横軸時間、縦軸はミーンスクエアードディス、リチウムのミーンスクエアードディスプレイスメントになっているんですけども、実際にリチウムがあまり拡散しない。で、Z 軸に対してだけはよく拡散するというようなことが、マタナッツの解析結果からも分かっております。で、この拡散の大きさですね、どれぐらい拡散しやすいのかといったところが、第一原理計算と合っているといったところが非常に重要かなと思うんですけども、まあ、実際にこのアレニウスクロット、横軸が、温度分の線で、温度の逆数で表記してまして、縦軸がログスケールになってはいるんですけども、で、第一原理計算のところですね。第一原理計算のところが黒点になってますが、まあ、マタナッツで計算した結果は赤点になってるんですけども、大体ほぼほぼ同じような線上に乗るというようなことが分かっております。まあ、非常に第一原理計算を再現できているんではないかなというふうに思っております。で、もう一つ大事なのが、計算時間でして、この第一原理計算ですね、1個計算するのに、先ほど冒頭でも話をさせていただいているんですけども、大体1ヶ月ぐらい、一般的な計算機を使いますと1ヶ月ぐらいかかってしまうようなものなんですけども、まあ、マタナッツ使いますと大体2日ぐらい。で、マタナッツの環境ですと、この辺全部並列で処理できますので、まあ、全部計算したとしても2日ぐらいで計算結果を得ることができるというようなものになっております。まあ、非常に、こういった計算が高速にできるようになるというところが分かっております。で、大事なのは、もうちょっと大事なのは、その実験値とちゃんと合うかといったところなんですけども、実験値、これ過去に報告されているのは242mEV ということが報告されておりまして、まあ、元の値で計算しても大体230、まあ、近しい値が出ているのかなというふうに思っておりまして、まあ、かなり実験ですね、材料設計のところにマトランティスを使った計算というのがかなり、活用できるのではないかなというふうに思っております。あとそうですね、他の事例、トライボロジーのところでちょっと紹介させていただきますと、これもちょっとエニオさんの事例になってくるんですけども、エニオさんの方で販売されている潤滑油のところで、フォスファイトという分子がオイルの中に入っています。これなんで入ってるかなんですけども、鉄の表面に対して被覆するというようなこと、効果が知られてまして、まあ、リン化鉄として被覆はしているんですけども、まあ、そのリン化鉄を形成するとき、にどういった反応が起きるのかといったところをそのマトランティスを使って計算しております。でこれ実際にこの両面、下と上が鉄になっているんですけども、鉄かなり上から圧力をかけて計算してまして、まあ、実際さらにこうやって右左に動かしたりとかしてるはいるんですけども、まあ、そういった時に反応がどう進行するのかといったところをマトランティスを使って計算しています。で、これも DFT 計算でやろうとしますと、まあ、1年以上かかってしまうような大仕事になってくるのかなとは思うんですけども、マタナッツ非常に高速なので、こういった計算をしたとしても半日ぐらいで計算結果を得ることができるというものになっております。で実際に、今ここですね、こちらが生成したリン化鉄になっているんですけども、こういった形で反応が進行するといったことも、分かっており、見ることができます。あと他の事例ですね。こちらの事例が多分最後になるかなと思うんですけど、密着とか密接のところでもちょっと事例として用意させていただいておりまして、まあ、その事例としましては、そのアルカンチオールがその銅表面に対して反応するといったところですね。そういったところをちょっとシミュレーションしております。で、これ、まあ、例えばですが、タイヤ材料であったりとか、半導体材料であったりとか、まあ、金属に対して有機分子を密着させるといったところはかなり重要な技術かなとは思うんですけども、まあ、そういったところの解析ができるといったところで、こういった反応を解析しておりまして、まあ、実際に解析してみますと、これ MD 計算でやってるんですけども、まあ、銅と銅に挟まれた中に、アルカンチオール、今回の場合ですと、ブタンチオールを入れてるんですけども、これずっと入れたまま、MD を回しているだけというものになっております。だいたい1ナノセックぐらい、計算しているんですけども、これ、SH の距離をずっとモニタリングしてるんですが、SH の距離、チオールと反応しないと、ずっと1点数オングストロームぐらいのところでずっとこのような形でいるんですけども、これ、チオールと反応してブチッと切れて、まあ、S 原子、チオールの S に関しましては、銅に対して反応し、銅と結合形成するということになっておりまして、
そのあたりで、SH 距離が伸びるというものでちょっとモニタリングしてまして、実際にやっぱ反応するというようなことが分かっております。でこういった計算も1何セックぐらい結構長い間計算してるんですけども、だいたい1日ぐらいでこういった計算結果も得ることができてます。で、もう一つ大事なのが、こういった、まあ、実際にこの中で起きている反応がこういったものになるんですけども、そのあたり NEB 計算を使って計算してはいるんですけども、こういった形で、なんと活性化エネルギーを描くこともできておりますし、あとさらにこういった計算、DFT 計算でやろうとしますと、やっぱり1週間とかかかってしまうかなと思うんですけども、1週間、2週間かかってしまうかなと思うんですけども、アトランティス使いますと、これ、数分ぐらいで計算結果を得ることができるというものになっております。なので、かなり材料開発のところに役立てることができるんじゃないかなというふうに思っております。で最後にまとめさせていただきますと、本日紹介させていただきました汎用なニューラルネットワークポテンシャルであります、マトランティスといったところを使いますと、デジタル空間で大規模のスクリーニング実験ができてしまう。まあ、実空間の効率化、そのマテリアルズインフォーマティクスサイクルのところで非常に効率よく回すことができたりとか、あと、実空間で分析がなかなかできなかったりとか、といったところでかなり DFT 計算が使われるかなと思うんですけども、まあ、その DFT 計算もやっぱり計算コストとして非常に高いものなので、マトランティス使っていただければ、非常に高速に答えを出すことができる可能性があるといったところがあるかなというふうに思っております。で本日紹介させていただきましたように、そのマトランティス使っていただけますと、革新的なマテリアルの創出とか持続可能な世界の実現に対して貢献できる、まあ、一部のちょっと可能性を示しただけにはなってしまってはいるんですけども、まあ、そういったところに貢献できるというふうに我々は確信しておりますので、はい、引き続き、よろしくお願いいたします。私からの発表は以上なので、ご質問あればお願いいたします。では興味深い発表ありがとうございました。では質疑応答に移りたいと思います。質問がある方は挙手もしくは Q&A の方に書き込んでいただければと思います。とりあえず私の方から一件と、はい、アトランティスでその高速で予測される予測速度が可能になったというお話なんですけど、まあ、ものによると2日ぐらい計算するのがかかったみたいなお話があったと思うんですが、それはなんか他のモデルとハイブリッド計算みたいなことをやられていたのでしょうか？あ、そうではなくって、MD 計算ですと、その一つのイメージを計算するのに、で、0. 数秒とかでは計算できるんですけども、その 0. 数秒ずっと続ける、繰り返して、いろんな状態に対して計算して、追っていく必要がありますので、それを積み重ねると大体2日ぐらいになるというようなことになっております。MD で使うポテンシャルを計算したという理解でよろしいでしょうか？あ、そうですね。MD で使うポテンシャルを我々は提供しているというものになっています。あ、わかりました。ありがとうございます。パネリストの方ですけど、一人手を挙げてらっしゃる方。あ、そうです。吉添様ですか？吉添です。あ、よろしくお願いします。興味深く拝見したんですけども、私は新規化合物探索を、に取り組んでいて、その時にその、単純な評価関数だったり、その DFT だったり、どっちも試してたりするんですが、DFT の近似が高速にできるというのは大変魅力的で、これで新しい化合物なり、結晶構造なり、探索してみたい、大変興味を持っているんですけども、ただ、新規化合物探索になると、アルゴリズムが提案するものが、その現実に今まで観測されたことがないものを提案してくることがあります。で、当然、その場合のご経験をお持ちではないかと思うんですが、教師データの作り方によると思うんですけれども、その、実在しないようなものをもとに学習して、やはりちょっと現実に当たらない結果が出るような印象を持ちなのか、それともそういう場合にも作ってみると、実際にはある程度当たってたなということになるのかというあたり、ちょっと教えていただければと思います。はい、データ収集する範囲が非常に重要かなと思っておりまして。さまざまな化合物のさまざまな物性ですね、さまざまな構造のさまざまな物性を予測するためには、やっぱり我々が知らない構造に対してもちゃんとデータ収集をしなければいけないかなというふうに思っております。我々が知っている領域だけ収集したとしても、それは
我々が知っている領域に対してしか答えを出すことができないような、そのニューラルネットワークポテンシャルになってしまうかなと思いますので、そうではなくって、我々が知らないようなところに対しても、意図的に構造を生成するようなことをして、ちゃんと DFT 計算をちゃんとやって、その結果をちゃんと学習するというようなことが必要かなというふうに思っております。まあ、なので、そういったところで、マトランティスで、構築しております、そのデータ、この挙手データですね、そういったところが考えとしては入っております。で、もう一つ大事なのが、データは収集してはいるんですけども、そのデータとデータの間をちゃんと表現できなきゃいけない。まあ、そこに必要なのが、そのグラフニューラルネットワークのところのアーキテクチャの設計かなと思うんですけども、そこがちゃんと、科学習したりとか、その科学習するとそのデータとデータの間が滑らかではなくて、非常にピーキーなものになってしまう可能性があるかなと思うんですけども、そうはならないようなモデルを構築しているというような、アーキテクチャを設計しているというようなものになってて、まあ、その両面から、非常に反火性能の良いモデルができているんではないかなというふうには思っております。はい、ありがとうございます。例えば DFT も、近現実化モデル入れても、なんか、ちょっと変な回を無理やり出力してしまうようなことがあると思うんですが、そういうのには何か特別な対応されているんでしょうか。はい、そうですね。そのあたりに対しては、やっぱりその計算値、おかしなことが起きているというところで判断して、データからは除外するようなことをやっている感じです。そこは人間の手をが介在しているんでしょうか。そうです。はい、人間の手が一部介在しているというのは、すごい。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。では、Q&A の方から一件質問が私ので読ませていただきます。はい、ありがとうございます。大変興味深く聞かせていただきました。古典 MD と比べた場合の計算速度はどのくらいでしょうかという質問です。はい。古典 MD と計算しますと、扱っている力場、その PFP と呼ばれる、ニューラルネットワークポテンシャルなんですけども、見ている情報量が圧倒的に多いといったところがありまして、計算速度としては OPSA 力場、まあ代表的な古典力場かなと思うんですけど、そこ対比だと大体100倍ぐらい遅くなります。で、まあ反応を扱える力場として、リアックスフォースフィールドとかがあるかなとは思うんですけども、そこ対比でも、計算速度としては大体10倍ぐらい遅いというようなところになってしまいます。まあただやっぱり力場、まあ、力場がないようなところですね。力場を作らなきゃいけないようなところに関しましては、そのマトランティスを使っていただければ、もうすぐに、シミュレーションできるような状態になっておりますので、まあそういったところでは勝負できるんではないかなというふうには思っております。答えとしてはよろしかったですかね。ありがとうございます。よろしいでしょうか。マスヤさん。もう一件ありますので、そちらについても質問させていただきます。はい、NNP 作成の際に未知の構造、不安定な構造に対して DFT 計算を大量に行われたということですが、その未知の構造はどのように作成されたのでしょうかという質問です。未知の構造のところの生成は、非開示です。はい。なるほど。先ほど申したように、まあ、こちらに示すような構造は一部、開示はしているんですけども、特に未知の構造は今ちょっと詳細は開示してなくて、その辺の作り方についても、詳細は開示していないというようなものになっております。ただ、その表現力といったところでは、この未知の構造のところですね、非常に重要な表現力、重要なところが分かっ、重要だといったところが分かっておりますので、決してこれだけ、まあ、これだけ学習したからといってできたわけではなくて、ちょっと隠されたところでかなり精度貢献しているといったところはちょっと実はあります。ちょっと本日はちょっとそのあたりについて詳細報告できなくて申し訳ないですけども、そういったご理解でお願いいたします。わかりました。最後にじゃあ、古谷様お願いします。あ、すいません。時間ギリギリに。一つ、教師データについて質問なんですけれど、はい、教師データは、構造最適化をしているんですか？つまり、まあ、準安定か安定かわからないけれど、それなりに安定のところでやるのか、それともありえない構造も一応入れてるのか、どちらになるんでしょうか？そこは両方入ってないと、ちゃんとした表現ができないかなと思ってまして、再安定のところについてももちろん持ってます。で、再安定のところをちゃんとデータとして持ってないと、そこが表現できないというふうになってしまいますので、持っています。逆に申しますと、その再安定のところだけ持っていれば、ちょっと崩れた構造が予測できるのかというと、そうではなくって、
そのあたりちゃんと崩したような構造ですね、まあ、例えばですね、ディソーダー構造、これかなり崩しちゃってはいるんですけども、こういった構造に対しても積極的に収集して表現力を上げているというようなところがあります。なるほど、ありがとうございます。よくわかりました。